はい、ひとつきまさしみです。ピー、アウトえー、誰か萩生田さん。えー、認めてしまいました。うん。萩生田光一。うん。えー、旧統一教会の施設に行ったと。あの、かつ、旧統一教会だと認識した上で行ったと。うん。あきませんね。で、あげくの果てに、うん、もう旧統一教会の方はと縁を切ってやるっていう風に言って、 旧統一教会側「家族同然だったじゃないの萩生田さん!」って多分これもっと暴露来ますよ。あなたのって出てくるかもしれませんぐらいの気持ちだよね。もちろんですね。うんうん、はいで今日はですねまあ萩生田の話をですねちょっと速報的に伝えていくのプラスまあちょっと前回のそのスクープとしてですね今、うん、さんがさまざまな実際にあ、うん、あのまあ、統一教会の息が ふっっててかかっておりましたねでそれに対してエノ、えー、のエノンのノン、えー、のんってコンさんがですね、うん、なんと1個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 何十個もですねメールを送ってくれていたんですでそれに対する回答があっていやーもうこれは、ね、ですけど、うん、トップがトップが萩生田ねあんなわけの分かんないこと言ってたら明日も腐るんだな、うん、ということで ね組織は頭から腐るというのは本当にその通りだなという事例をいろいろ紹介していきたいなというふうに思うんですがいやあコンさんよろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、いやーおにゃんこクラブもねマザームーンのアイドルになっちゃったね <laughs> プロデュースバイマザームーン <laughs> もうニューフィケーションチェッチカールトっていう感じですけどもあの、うん、あかんねんもうこれ、うん、これ何かというとですねあの統一教会がですね暴露っちゃったんですよ、うんうん うん、何を暴露したかっていうとですねこれは旧統一教会のあの関連施設にですね生稲イイうちの生イ稲イっていう新人元おにゃんこクラブで知ってる人もいるかもしれませんが今度出るんですよ「大いにックっていうふうに、ん、連れて行っちゃった、うん、でしかも萩生田は2014年に、うん、あの統一教会にのイベントに行って祝電、うん、挨拶してるんですよね、うんでももも打った上で確か挨拶もしてるんだけども、うん ででそれです、ね、2014年最近問題になってる統一教会名称変更問題、うん、要するに統一教会っていう名前があまりにもですね名前が広がりすぎて、うんえー、ちょっと嫌だということで名称変更これ1990年代後半からあったんだけども、うん、ずーっとずーっとずーっと名称変更認められませんでしたそれはそうだよねうん、うん、だ,だって,うて感商法やってたんだ、まあ、例えば山口組っていうのが有名になりすぎたとなので、うん、これからはうんう だろうなムーミン男谷の中のいい人たちっていう見た目は怖いけどちょっとおっちゃんたちってのっあの心は優しいおっちゃんたち組とか変えたらですね、うん、もうに決まってたっててた、うんうん、<laughs> ふざけんなって話なんだけど2015年から16年にかけてですね安倍政権絶頂期の時にあの名称変更が受け入れられたこれは元文部科学次官のですねあの前川喜平さんがお ここの暴露ったことじゃないですか、うんうん、つまり何が言いたいかっていうと2014年は名称変更前、うん、それのイベント「もろ統一協会」って書いてるところに「どうも萩生田でーす」って言っちゃってたから、うん、これはもう言い逃れできないんですよ。うんうん、挙句の果てに直近の選挙でも、うん、萩生田は「元おにゃんこの生稲ですよ皆さんよろしくお願いします」ってこう言ってたんですよ。うん で今日緊急記者会見開いたんでしょうん。でえ、なになに ?FNN プライムオンライン、これに出ておりますけども。うんまあ、各局の囲みね。うん、に出てますけど、うんえー、少し苦しんでいる人がいることに少し思いが足りなかったと反省している。今後は適切に対応していく。ほう。少し思いが足らなかったそうです。少し だから山上が教えてくれたって言ってんだよ、逆に。えそうなのそ,そういう意味で、だから、あの、記者に突っ込まれて、信者はご苦労されてますよねって言われてる。おえうん。いや、それ、テレビ見てなかったの、うん、僕、そうそう、だからだ僕、ネ屋と、っうん、ずっと問題になってたじゃないですか。うん、そう。で、あたまたまミヤネ屋で見たんですか 僕はビアニアで全、全フル、フル、フルスペックでリアルタイムで見たけども。はい、悪びれた感じは全くなかったよ。ほう。じゃあ、こんさんにちょっとですね、高いハードルを貸してみます。うん。萩生田の真似してください。どんな感じでしたか。萩生田さ, <laughs> さん。萩生田さん。旧統 <laughs> ツ教会について、あの、どう思われてるんですか。萩生田さん。あのね、一切笑わないで。それはですね。それはですね。これはですね。はい。それはです。はい。ああ、なるほど。はい。はい 反省したらしいんですけど、ねうん、反省の感じありましたないないなんでみんなこんな騒いでんのぐらいの感覚ああまあねでも自民党議員って靖国カルトが元ですから靖国カルトに比べればッツボールぐらいいいかっていう、うん、だって特攻隊にはそんないだろうっていうそれぐらいの感覚になるかもしれない経済特攻隊だけどね,ね萩生田さんは靖国神社に参拝しております、うんうん これね靖国、うん、神社あの、分かりにくい人向けに分かりやすく例えを言うと、あのヒトラーの最近お辞めになったメルケル師匠がですね、うん、ヒトラーのお墓っていうのがあって、うん、いや、いろいろありましたけど、ドイツ帝国のために頑張ってくださった方ですからって言って、毎年行ってこうやって祈ってたら、でお花束置いてったら、どう,うよ、<laughs> おかしいだろでも、花束みたいなね,ね、それがね、 萩生田さん気にならない人なんです高市早苗さんも杉田望緒さんもそうなんですけど、うん、気にならないから、うん、まあその感性でいけば、うん、まあつぼるぐらい何が悪いのっていうそれぐらいのレベルなのかな多分そののレベルの認識だと、うん、いやだから山上徹也が子供の頃にお母さんが入信したがゆえにどれだけ苦しいんだかとかさ、うん、細かいこと多分知らんと思う。 なるほどね、うん、でまあ、そんな山上じゃない萩生田に連れて行かれた、えー、おにゃんこクラブ、うん、元おにゃんこクラブの生稲晃子さん,うん、うん、もう何にも政治家としてできないけどとりあえず人気だけがあったというふうに見えたがなんと旧統一教会に行って、うん、こう「いや関連施設認識はなかったんです萩生田さんに連れて行かれただけなんです」ってこう言ってんですよ。 そう、萩生田も言ってたもんだって統一教会の関連団体だとは言ってないと、うん、紹介するときに、うん、で選挙でまあお力を与えてくれるからぐらいの説明しかしてない、うん、うん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 いやほら逆に自分も選挙を応援されてたってことじゃんそれいやそれダメじゃん <laughs> 裏返せばダメじゃんそれ <laughs> ダメなのよ萩生田も生な、も磁石。自粛そう磁石でいいまあつか切腹してほしいな <laughs> うん 言いたいたけど女,女性の説得ってあんのか、あんのかな。うん、まあ、多分ないと思うんですけど、うん、あれ、武士の誉れだったんで、うんまあ、ちなみにですね私がコンさんに、ちょっとね、コンさん、あの話聞きたい50人ぐらいいるんですよってねコンさんのためにイベント、コンさんの話聞きたいらしいですよっていうふうに言って、コンさん来てくださいっていうふうに言って、ですね、うん、この呼んで講演させましたと。 で、うん、後から、なんか、コンさんがね、イベントに来たらね、なんかずいぶんいかついおっちゃんらやな、なんかここに傷もあるしとかっていう,よう思ってもこ、<laughs> てもこの、いや、どうもどうもっていう風に、こうね、子供の話とかをして、後から山口組の、うん、イベントでしたとか、なったらさ、嫌、うん、じゃんやよ普通さ、あのうん、高市早苗もそうだった、うん、どんなメディアか月間しかわからないまんま、なんとなくインタビュー受けました、こんなのだめですよ。うん うん、でイベントだってそうよ、どんな人なんですかって聞くから、うん、普通は。それでも、これで許されちゃうの許されちゃうの許されていいんですかね。いやー、俺は絶対許されないと思うんだけどね。まあ、特にね市民、市民のホームページですよ、市民だ <laughs>、あのー、活動の紹介ページって。うんうん だから市民税で運営されてるわけうん、うん、ね市民はカルト教団を乗せてほしいなんてまず望んでないでしょあそれちょっと話があの別の話になったんですけども、うんうん、今日今さんが喋る話はですね例えば、うん、あの佐賀市民のね、うんえー、この佐賀市の市民活動プラザね、うんえー、施設利用状況2019年10月28日を 世界平和女性連合佐賀連合会っていうのがありますねこれ、うん、これは何なんですかねなんかいいことしてる団体なんですか何<ん>か並んでるよここにばっちりえー、2019年10月28日、えー、4回、えー、佐賀市の公的な会館の、えー、紹介議室4の A10、えー、時から12時世界平和女性連合佐賀県連合会 これはですねあれです、あの統一教会ですよ、これ。そうですこれ、探しの皆さん納得してるんですか<し>皆さん納得してる多分し知らないと思うんだよ。で、こういう施設って市民税で運営されてますか、そうです、そうです、そうです。で、知らないけれども、こうやって市民のホームページに載ってたら、市が公認しているかのように受け取るよね。うん 普通の団体でなんか世界平和とか言ってるからなんか素晴らしいことしてる団体かしらって思いかねない。で、まあ、なんかこういうのがいっぱいあるんだけどな小田原市にもあるけどさ、うん、もうでこれの回答がなんんかトンチンカンだったんでしょそう。まあ、メールの文面全,全紹介しますよ。うん、行政にメールを送るとこんなメールが返ってくるっていうね。<laughs> <laughs> <laughs> どういう感じなのかはですね、まあ,あの、細かくは見ていただきたいんですけど、やっぱりトップが腐ってると、うん、ダメだね。地方公務員まで腐る。うん。うん、だって、自民党とか上の方が腐ってんのに、下だけちゃんとしてるっていうことは、まあ、ないでしょ。ね。根も腐るよ。花も腐れば根も腐る。<laughs> あーあー、もう、なんつうか、今日8月の18日でさ、 うん、お盆を開けてさ、うん、あのー、多少はね、うん、ちょっとスカッとするニュースあったじゃないですかまあね東京五輪汚職で高橋元全通専務がね、うんうん、逮捕あ俺は俺のおかげでオリンピック持ってきたんやぞ俺のおかげなんやとか、うん、っていう,ふうなか言ってたらしいんですけど。<laughs> うん いやー、青木の社長まで捕まってね。青木さんまで捕まって。ちょっとショックだったけどね。かわいそうにも。うん、あれ、高橋に騙されて金払っちゃったんだよね。うん、いやー、ちゅうわけで、えー、統一協会でもスカッとしたいですよね。そうっすよ。なんかねえかな、スカットす、一番スカッとす、るのはなんですかね。僕の中では、福岡市が。うん、あの、九大カープっていうね。うんうん、あの、九大の原理研に。 今まで表彰してたんだよ、ゴミ拾いしてくれて、ありがとう、大学の中のゴミ拾いしてくれて、っつって、うん、それ取り、取り消しにしたんだよ。<ー>なぜか、福岡市は九大カープを、つまり原理研を、宗教団体とみなしたんだよ。うん、素晴らしくないですか、全国で初めてだよ、うん、こんなにはっきり言ってくれたの。 でしかもね福岡市にはアスミンっていうねまああの女特に女性が活躍するための施設があるんだけど、うん、でそこでもやっぱ世界平和女性連合がいたんで、うん、登録排除、うん、福岡市というわけでどん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 そうやって排除していってほしいのとあともう1個は、うん、1> 例えば下村博文元文部科学大臣とか、うんうん、萩生田政務会長元経済産業大臣とかが。うん なんか逮捕されねえかもうこいつら絶対やばいことやってるだろうまあ公安が公安だからなうん公安もズブズブかもしれないわけですよ。じゃあ逮捕は無理だったらやっぱり暴露が加速していて、うん、家族のようなものだったじゃないですかって言われているわけですよねちなみに前も話しましたけども、うん、あの家族のようなものじゃないですかっていう家族というのはですねこの統一教会の本によるとですね 信者、そして反白茶様ねあの統一教会の真なる全人類のお母様の下に集っている家族という意味ですからね。まあ、奴隷ってことだね、日本語で訳すと。<laughs> なんか、だから、萩生田さん、<laughs> 家族とちっちゅやってたりするのないかそうなんですよ。 そういうのが暴露されないかな、まあ、ちなみに昔、かつあったんですよ、自民党の2005年だったかな、山崎幹事長時代、山崎幹事長が統一教会の, <laughs> あの女性信者と、ちょっとあのお子さんも見てる方いらっしゃると思うんで、あんまり言いませんけども、うん、ちょっとあのテレビでは放映できない変態行為に及んでいたということで、うん、だから、元信者みたいにやめてたら、うん、言うかもね、そろそろタイミングいいから。うん 言ってくれそそなんか本講談社かなんかでノンフィクションの本を出すのと同時に暴露しますみたいな、うん、あるいは文春でも同じことだけどそういうことがあってもいいタイミングですよ。ねうん。いやーまあちゅうわけでね今日はあのトップが腐ってたら下も腐るんだなっていうのがよくわかるそして、ね、あなたの街にもあなたのそばにも統一教会は潜んでいるよっていうことで、えー、コンさんが調べてくれましたぜひ見てくださいそれではスタートー はい、えー、フリーライターのコン一生です。今日はね、8月18日、えー、で、午後3時から、えー、萩生田さんのね、あのーえー、記者団が取り巻くと、うん、と取り囲んだ、えー、インタビューというのが行われました。あの、ミヤネ屋を見てた人は多分、あ、これやなっていうふうに気がついたと思いますけども、えー、八王子のね、選挙の地元で、八王子の、うんうん、旧統一協会の仲間たちと、 え、ズブズブでしたよっていうふうに何度も報道されているので、まあ記者団に,に答えるっていうことで、えー、ね、あの、萩生田さんは、僕は礼拝になんか行ってないとかね、えー、ジャージ姿で参加なんかしてないとかいろいろ、あの、否定してましたけど、でも選挙は手伝ってもらったんですよねって言ったら、まあいろんな方が手伝ってくれたんで、その中にはいたでしょうっていう、まあまあ、小ずるい言い方してましたね。 ビクイナさんにね、あの、もう、選挙協力してもらったのは、彼女は右も左もわかんない、初めての選挙だから、そうやってね、手伝いが必要だろうってことで、教会を紹介したと、はっきり明言してましたね。で、あと細かいことは知らんけど、これからは適切な関係を、えー、あのし、していくとだ。だから、あの、すっぱり断ると。あの、っていうふうになるニュアンスで、まあ一応、蹴りをつけようとしてました。 はい。見てるともう、なんか <laughs>、萩生田さんの立場に立って考えると、ああ、これは苦しいわけやな、と。どうしてもそういうふうに思いました。ただですね、僕があの、今日ですね、あの、注目したニュースっていうのはちょっと別にあるんですよ。昨日のニュースなんですけども、ちょっと読んでみたいと思います。えー、っとですね、これは、実は大阪の話なんです。はい。えー、ダミー会社通じて買い取り。 旧統一協会の大阪の拠点はもともと市の施設、住民今も不安というあイらの記事です、えー。世界平和統一家庭連合、旧統一協会と政治や行政との関係が取り沙汰されているが、大阪市が所有していた施設を旧統一協会がダミー会社を通じて2011年に買い取り、えー、拠点施設にしていた。当時市議会などでも指摘されていたが、市は当時は問題なかったとしている。えー、日本一の高層ビル、アベノハルカスから地下鉄で一駅。 幹線道路から路地に入ると、完成な住宅街に恋愛路を基調とした6階建ての建物が建っている。最上階はドーム型の豪華な造りだ。うん、ね。えー、入り口には大きな表札のような置物があり、えー、世界平和統一家庭連合大阪家庭協会という文字と同施設のシンボルマークがついている。旧統一協会を20年近く信仰し、この建物に出入りしたこともある、えー、元信者がこういう。 えー、中は入り口に、えー、旧統一協会の創始者文鮮名の大きな写真が飾られ、3階には立派な礼拝堂、えー、日曜日には信者が集い祈りが捧げられていますと。他の地域の教会は雑居ビルや民家というところもありますが、大阪家庭協会はすごく豪華、えー、渋谷の本部の次ぐらいに立派じゃないかと。なるほど。えー、これだけの土地と建物を旧統一協会はいつどうやって手に入れたのか、えー、不動産東京を閲覧すると興味深い内容が書かれていた。 えー、1996年に完成した建物は、えー、地上6階、地下1階、延べ床面積が約3300平方メートル。えー、そして当期の冒頭には、公立学校用地とある。この建物は、かつて大阪市,市局員、えー、ご助組合の、反、えー、南パラドームという研修や福利構成の施設だったのだ。えー、50年以上近所に住んでいるという男性は言う。 えー、売却するという話が出た当時、えー、税金で作った学校の先生の施設を、統一協会という怪しいところに売ったらあかんと、反対の声が出ていた。署名も5000人以上集まり、統一協会反対などの、ね、看板を立てた住民もいたか、大阪市は聞く耳を持たなかった。そっか、2011年当時ってことは、維新がそろそろ元気になり始める頃ですよ。そ、ね、して、維新は、ね、今回の、この1ヶ月の間に、えー、自民党と同じぐらいの確率で、 えー、旧統一教会と接点があったんだという議員があぶり出されていますね。もう毎日のように1人ずつあぶり出されてますけれども。ってことはさ、全く無関係とは言えないよね、日本維新の会とあの旧統一教会はさってことになるんだけどもあの、維新が勝つんですね、大阪は。税金がじゃぶじゃぶ維新に使われてしまうんだけど,ど、まあ、大阪の人の判断でしょうね。ってことは信者が いっぱい応援してくれてるってことですよ、未だに。ただね、これがね、大阪みたいな大きな都市の話やと。ね、思っていたら大間違いのことこのなんだよねってことを僕は何度も言っています。はい、そこで今日の話題は、もう全国の市民活動団体の登録が市のホームページに載ってますよっていう動画を、あの、ちょっと前に僕は一つ万冊で、あの、公開しましたけれども、で、それに対して僕は自治体にメールを送,送りました。で、 メ、えール送ってどうない何年っていうその回答をね今日はちょっと皆さんにお知らせしようかなと思っていますはいということでまず佐賀市佐賀市はね2019年に、えー、世界平和女性連合の、えー、集まりを会議室であの施設の会議室ねこの市民活動プラザの会議室でやっていたじゃないかとこれをいつまでも掲示するのはおかしいんちゃうのと思いましたのではいメール送りますね ね、今見たリンクで紹介されている世界平和女性連合は旧統一協会の関連団体ですよと。それを税金で運営されているサイトで公式に紹介していると、教団の信者獲得に利用されます。そこで質問です。そんな組織を税で運営されるサイトで紹介していいんでしょうかこの事実について今後、このサイトや記者会見で釈明する予定はありますかまた、今後は旧統一協会と関連団体は市民活動としての登録から排除すると明言する機会を設ける予定はありますか 入れみましたはい、そうすると答え <laughs> はいえーえー、佐賀市市民活動プロザのお問い合わせありがとうございます少しお時間をいただき8月16日火曜日いっぱいまでに、えー、ご返事させていただきたいと思いますよろしくお願いしますすぐに帰ってきました素晴らしいはい次あれ次の日でした私たちは佐賀市市民活動プロザの指定管理者として運営をしている団体ですね運営をしている団体というのは佐賀県 CSO 推進機構というところだね 本日いっぱいまでにおお返ご返事しますとメールしてしまい、し,して、メールしていましたが、探しと打ち合わせをしておりますので、もうしばらくお時間をいただきたいと思います。で丁寧ですよ。ね。ちゃんと丁寧です、これは。うん、だ待ってます、僕も。はい。次。ね。今度はね、北海道、札幌のね、札幌市のまつづくりのホームページです。そこに WFWP と書いてありますね、北海道。はい。皆さんにはもう、あの、お分かりと思いますけど、WFWP というのは世界平和連合です。ね。 関連団体です、思いっきり。はい。よいしょと。じゃあ、そんなところをね、市民活動団体のホームページで紹介していいんですかって活動 PR でさせてるわけだからね。 で、私が、まあ、あのね、この今見たリンクで紹介されている WFWP は世界平和女性連合といって旧統一協会の関連団体ですと。それを市民税で運営されているサイトで公式に紹介していると、教団の信者獲得に利用されます。そこで質問。えー、そんな組織を市民で運営されるサイトで紹介してていいんですかと、ね、この事実について今後このサイトは記者会見で釈明する予定はありますか また今後は旧統治協会と関連団体は市民活動としての登録から排除するという明言する機会を設ける予定はありますかと、まあ、同じようにコピペした質問を投げてみました。そうすると札幌市市民活動促進担当課からあの返事が来ました。はい、平成より本市行政にご理解とご協力いただきありがとうございます。札幌市市民活動促進担当課でございます。 まあ大体役人というのは名前をね、あの、名乗らないもんですよ。えー、この度は貴重なご意見をありがとうございます。札幌町づくり活動情報サポート、サポートサイト、町サポーへお問い合わせいただいた件につきましては、内容確認の上、今後の対応を検討してまいります。検討ってことは、あのー、何をするかわかりませんで、と。何かするかもしれんけど、何もしないかもしれんよっていう、まあそういう曖昧な、ね、役人言葉でございますね。はい、次です。小田原市です、今度は。 はい。小田原市のホームページも、でかでかと世界平和女性連合、ね、神奈川第8連合会って載ってます。はい。当然、小田原にもツッコミを入れます。はい。今のリンクでね、紹介されている世界平和女性連合は旧統一教会の関連団体ですよ、と。ね、それで、まあ、同じような質問してみました。はい。答え。 答えこの度お問い合わせに至てご質問について下記の通り回答させていただきますのでご確認くださいと市のホームページに掲載しているご指摘の資料は特定の団体の周知を目的とするものではなく様々な行政情報を広く公開する目的で当市付属機関の会議録を公開しているものです従ってこのことについて改めて公に説明する予定はありません、えー、公共施設における利用団体登録については公共施設は 市民に広く開かれるべきものであるという原作に立ち、ね、条例などに明らかに違反する事実が認められない限りにおいて、特定の市民団体の使用を制限する処分を行うことはありません。ということは、反社会組織であろうと、ね、どんなに変態さんの集まりであろうと、ね、あるいはどんなカルト教団であろうと、ね、あの、条例などに明らかに違反する事実が認められない限りにおいて、ということは条例をに違反しているかどうかは、 えー、なんていうかな、よっぽど例えば警察に逮捕されたとか、そういうことがない限り、え、は、あの、排除しないということなんですね。つまり、信者獲得の恐れが満々であろうとも、ね、あの、それが、彼ら役人にとって発覚しない限りは、まあ、裏でやってる分には知らんよ、というのが、もう小田原氏の答えなんですね。びっくりですよ。はい。 で、もちろんもう、あ、あちゃうかと思ったので、僕は小田原市長に提案を投げました。ね、直接の担当部署ではあかんからですよ。ね、この市民部地域政,政策課に以下の問い合わせをしたけれども、ね、あの、こんなことやってていいのっていうふうに市長に投げました。 で、しかも小田原市では既、すでに旧統一協会の関連団体について下記のような報道がなされています。まあ、後で見せます、えー。このまま市のホームページから旧統一協会の関連団体を削除しない限り遅かれ早かれ市長はさらに報道機関に詰め寄られることでしょう。それは全国に市長と小田原市の恥をさらすことになります。削除のご予定はありますかって言って回答を希望するっていうふうにメールを送りました。っていうのは小田原市、どんな町やねんって言ったら、 旧統一協会側から25万円などの寄付を受け取っていたっていうのがバレちゃったね。8月8日に NHK に報道されちゃった。もう全国の恥ですよ、もう。何ですか、これ。ね。え、ね、小田原家庭協会などから3回にわたって合わせて現金25万円と新型コロナの感染予防として布マスク350万円の寄付を受けたということです。ね。だからそのさ、 町がお金を受け取るときにその金色がついてないっていう、色なんかどうでもいいんだって思ったらアウトなんですよ。なんでかって言ったら僕は何度も言いますけれども、その,あの宗教団体の金っていうのは、ね、信者さんたちが、ね、家を売ったり借金したり、ね、子供が貧困化してもお金を渡してしまっているその金なんだよと。その金をありがたいって受け取って,ていたら町づくりはそれでいいんですかって話になるわけ。 あなたの町の市民が信者になって貧困化してるんだよと。それをね、端的に表してくれたのが山、山、山上哲也の事件だったわけよ。ね、お母さんが1億円以上も献金してしまって冷蔵庫には何もない。それを3兄弟の子供が、ね、もう困ったからおじさんに頼んで食費とお金を持ってきてもらってた。っていうぐらい家庭崩壊してしまうような信者の生活っていうのは何度も報じられているのに、その信者獲得のチャンス、 ゲートウェイ入り口、フロント団体として関連団体があるんだって、毎日毎日毎日新聞テレビで言ってても、小田原市はそれにピンとこないのかって話なきゃ。これ事件直後の話じゃないよ、もう。もう事件から1ヶ月以上経って毎日これだけさ、情報、報道のシャワーがあ,あるのに、わからないとしたらもう市長首ですせ。ちか、これから多分首にさせられますせ。はい。しかもですね、 小田原市ですよ、小田原市に今、25万円寄付もらったって言ってるけども、森谷輝彦市長が市の公式サイトで、これ、感謝を伝えてたって、どれだけ市長バカなんだってことを、朝日新聞はツッコミ入れてますよ。それなのに、まだ市民団体の登録サイトに、ね、世界平和女性連合を入れてるのをおかしいんちゃうのって俺はツッコんでるわけ。だから市長に直接メール送ったわけです。 はい。他にもありますよ。平塚。平塚ね、思いっきり世界平和女性連合出てますよ。ねね、この平塚市民活動センターのページに出ちゃってる。だからもう当然メールを送ります。ね、平塚市、えー、共同推進課市民共同担当を前って。でね、この今見たリンクに世界平和女性連合がありますが、これは旧統一協会の関連団体ですと。というふうにやって、 えー、この団体の活動を通じて、世界平和統一家庭連合への信者獲得の機会になる恐れがあり、市民を献金による貧困化へ導きかねませんよと。えー、とそうした活動のじあ、活動実態の把握や調査を徹底することなく、カルト教団の関連団体を市民税で運営されるサイトで紹介していいんでしょうかこの事実について今後、このサイトや記者会見で釈明する予定はありますかと、まあ、諸々聞いてみました。はい。そしたら、平塚市共同推進、えー、課から返事が来ました。 お返事が遅くなり申し訳ございません。婚姻賞様からお問い合わせのありました、世界平和女性連合についてですが、平塚市民活動センターの登録団体として、世界平和女性連合、神奈川第二連合会湘南支部、えー、という団体がございます。えー、センターにおける当該団体の登録情報では、活動目的は地球は一つの家族をモットーに海外発,発展途上国への支援、 国内については留学生支援、青少年健全育成のためのボランティア活動などの教育再建運動、被災地への支援活動を通して世界の平和に寄与することとなっており、登録情報から、えー、当該団体はその体への団体登録、利用においてその要件を満たしていると判断しています。まず、まず文章投げよ 本誌といたしましても、世界平和女性連合と世界平和統一家庭連合の創始者が同一人物であることは承知しております。当、該団体のこれまでのセンター利用に関して特段問題なく活動しています。問題があるかどうかはね、そう、調査が薄いか濃いかによって違うでしょう。今後も当該団体がセンターでの適切な利用や活動がなされているか注視していきます。なんかさ、<laughs> なんじゃこりゃなんだよ。 まあ、市民の性善説を取りたい気持ちはわかるけどね。わかるけれども、ちょっとね、で、僕はね、これを見てお、ねお、こういうメールから返事しました。ご回答に驚きました。安倍元総理の銃撃事件の後、えー、テレビや新聞で毎日様々なジャーナリストが指摘,る指摘していることをご存知ないのでしょうか 旧統一協会の関連団体は、表向きはボランティアや社会貢献を歌いながら、その活動に参加した市民を少しずつ信者にしています。一度信者になると外部に不満や不安を漏らすことが禁じられ、また抜け出そうとしてもサタンに呪われ、えー、一家、一ともども不幸になると脅されているため、苦情を言い出すこともできずにいるんですよ、と。ね。悪人が、いかにも反社会的な活動を全面に押し出すことはありません。 当然、役所に提出する活動内容の文書には、きれいごとしか書きません。だからこそ、適切な利用や活動であるかについて、調査に時間とお金、人手をかけない限り、騙され続けることになるのです。その調査費が捻出できないのであれば、 せめて、統一協会を40年以上も取材している有田義夫さんの本や、カルト教団の取材歴が長い鈴木愛イトさんのサイトをご覧になってはいかがでしょうかちゃんとリンク貼ってますよ、僕は。でまた、全国霊感商法対策弁護士連絡会の弁護士に連絡し、関連団体の巧妙な信者獲得の実態について問い合わせてみてはいかがでしょうかね、これもリンク貼ってあげてますよ。 え、一ヶ月以上も関連団体の恐ろしさが報じられる中、多くの自治体が次々と関連団体に対する登録解除の処分を始めているのに、なぜ平塚市だけがカくなに自らの浅い調査に甘んじ、世界平和女性連合を擁護しているのか不思議でなりません。この件は市長にも伝えます。っていうふうにきっちり僕は言っときました。はい。もちろん市長に命令を出しておきました。はい。はい。 でね、この、今度はね、民間の事業体なんだけどね、このパンドゥーっていうところに、岩手カープがね、カープってね、原理研究会ですよ、岩手大学の。ね、これが紹介されていましたから、ここにも,もちろん問い合わせメールをくれました。ね、このね、あの、岩手、岩手カープっていうのは、あの、世界平和統治家庭連合、旧統治協会の関連団体で、かつては原理研究会で呼ばれていた団体です。新たな信者獲得の窓口になっており、学生が信者になれば、多額の献金で貧困化し、人生が狂わされます。 なぜこの団体の登録をそのままにしているのでしょうか回答お待ちします。っていうやってみたら返事が来ました。ファンドゥーさんから。はい、えーまたえーごね。ご報告いただき誠にありがとうございます。ただいま団体の確認をさせていただき、内容を確認いたしました。確認させていただいたところ、特定の宗教団体と繋がっていることが分かりました。でしょしかしファン、ファンドゥーの規約上、えー、宗教法人としての勧誘活動は確認ができないためって確認しろよって話だけどね。現時点での処分などは実施しない方針です。 今後、各加盟団体が、不況活動や金銭の呼びかけが報告された際は、運営側でも処罰も検討させていただきます。ってことは、ニュース報道みたいに、自分たちは調べないけど、で外部のメディアがそれを報じたら検討させするっていうことを言ってるんだよね。それさ、民間事業体としてどうなのよと思いましたから、ね、上記の記事をご存じないようですねって僕は送りました。上記っていうのはこれです。 はい。旧大カープ。旧、ね、大の原理権です。これは宗教団体なんだっていうことで、福岡市が宗教団体であるとみなして、ね、今までのの、あの、表彰してたりしたんだけど、それを取り消したっていうのがあるわけ。この記事を知らないんだね。ね。知らないから、ね、あの、ね、福岡市では旧大カープを宗教団体、地宗教団体としてみなしたんだよって送ってあげたわけ。 だから上記リンクの岩手カープもワールドカープジャパンの加盟組織であり、旧大カープと同様に宗教団体なんですと。表向きはゴミ拾いや小学生向け料理教室、SDGs 講座などをやってますが、そうした活動を通じて新たな信者獲得の窓口になっているフロント団体なんですと。このままカープを掲載されていれば岩手の学生が 信者に取り込まれてしまう恐れがあり、それゆえ信者が献金で貧困化したり、家族が崩壊すると、第二の山,山上容疑者になりかねず、そうなった場合、御社のホームページを見て入信したこととなると、御社の社会的責任は大きく、責任問題は免れません。えー、まずは御社で独自の実態調査を行うか、報道機関に報道される前に、独自の判断基準で該当ページを削除するのが賢明だと思われますよって僕は送ったわけ。でそしたら、返事がまた来ました。 えー、パンドゥー運営本部です。ご、うん、ご共有いただき誠にありがとうございます。えー、こちらの九大カープ含め関連団体については引き続き調査をさせていただき、いただいております。えー、今後弊社で、えーえー、調査を継続し、契約違反に当たる部分が見つかりましたら、利用契約に伴った処分を実施させていただきます。これね、ちょっとね、ぬるいなって僕は思いますよ、この答え方。ね、やっぱりね、 福岡市って行政ですから、しかもかなり大きな人口規模の行政ですから、そこが宗教団体だってみなしたのに、民間業事業としていまだに岩手、岩手ウカープを、あのー、なんていうかな、ね、宗教団体としてみなさないとしたら、あまりにもこれ、大丈夫かって、あん,あんたが独自に判断したんでしょ民間だからって言われちゃうよ。だからパンドゥーさん、ちょっとやばいっすよ。と、なんていうのかな、あのー、 民間事業、つまり普通の企業だからこそね、あのー、僕らはもうちょっと慎重に語るべきなんですよ、こういう団体について。まあね、だから全国でね、こういう市民活動センターとかの,あのホームページ見ればわかるけれども、えー、検索してみてください。世界平和ぐらいで検索すると、世界平和女性連合とか、世界平和同一家庭連合とか、世界平和連合とか、まあいろいろ出てきます。 ね、世界平和を歌っておきながら、実際にはそれは信者獲得の手段になっているので、えー、一見家庭平和あ、世界平和統一家庭連合とイコールではないんだから、独立した組織なんだからっていうのは向こうの教団側の理屈だからね。えー ね、いかにも宗教団体だっていうふうにバレちゃったら、それは信者って獲得しにくいので、社会貢献活動をやるぞとかさ、ね、女性の地位向上とかっていうふうに、一見誰もひ否定できないような正義を振りかざすんだよ。だからそこが、あの、地方公務員の、まあ、なんていうんだろうな、まあ世間連れしてない、ピュアーなピュアな公務員は、あでも別に誰かをね、なんか辞めたわけでもなく、なく、誰かのものを盗んだわけでもないんだから、 いやでもね、僕から言わせればカリオストの後ろの最後でね、奴、ね、は盗んでいきました。あなたの心ですってことだよ。<laughs> 洗脳だから、結局。ね、心盗まれたら、自発的にお金を出したんでしょ献金としてっていうふうに言われちゃうわけさ。そうじゃないじゃん。だって別にお金なんかさ、な,ないのに借金までさせて、家まで売らせて、1億円以上のお金を 山上のお母さんは献金したんだよ。そして今もって年金生活になっても献金しようとしてるのさ。もうかなり憂れちゃってるじゃないですか。バリバリの器になって憂れちゃってる人は家庭崩壊をしても申し訳ないと思うのは教団に向けてなんだよね。そう、息子の、息子にごめんね、1億円もやってあなたたちをひもじい思いをさせてとは思わないんだよ。ね だからそういう事件報道がもう散々この1ヶ月に流れているのに、ね、関連団体が別になんか悪いことしてないから、ね、あの、そのまま放置でいいんじゃない市民活動団体のままとして乗せといて何が悪いのとかさ、言ってるけれど、それはあまりにも騙される、あの、なんだろう、俺詐先に騙される良い子ちゃんみたいなもんだよね。あの、何度も僕は言ってるけれども、 悪人っていうのは悪人のさ、あの、顔をして悪をやるわけじゃないんだよ。<laughs> むしろ、きれいなことを言うわけだよ。ね、あの、地域のゴミ掃除しますとかさ、ね、あの、カープなんて、カープって CARP 原理研究会なんかは、ね、小学校にボランティアとして大学生が行って、で、あの、子供たちに、ね、パンケーキ作って料理教室ってやったりさ、ね、科学実験講座だよ、お兄さんが教えるよってやったりだ。 やったりしてる。だから一見悪いことじゃないわけだよ。ね、そのこと自体が、えー、宗教の入信活動ではないわけだよ。だからいい、いいのかっていうとそうじゃないんだよ。そこで仲良くなればこそ、ね、その活動とは違う時間帯で、あ今度さ、こんな、あのー、なんていうかな、自己啓発セミナーみたいなのあるんだけど、行ってみないみたいな感じで、なるわけだよ。 ね、特に名簿が取れるっていうのは大きいんだよ。選挙にも使えるし、信者獲得にも使える。だから、ね、しかも小学校に呼んでもらえるってことは、いい団体なんだっていうふうに、地域にブランディングさせるでしょあそこの大学のお,お兄ちゃんにお姉ちゃんたちは、すごく小学校にボランティア行ったりしたり、街の清掃とかやってくれたりして、すごくいい人なんだ。っていうふうな印象付けを与えれば、こそ、信者獲得しやすくなるわけ。 だから役所に提出するさ、あの、何ていうのあの、活動団体登録書類なんて俺も見たことあるけどさ、あんなのもう、ていうのかな、活動実態がなくてもさ、嘘書いてもさ、あの、バレないんだよ。何もバレないよ。だって調査能力ないんだから、地方公務員に。でもね、調査能力がないから居直るんじゃなくてですよ。ね、役人もさ、市民税で飯食ってるわけじゃん。だったらさ、市民より賢くならないと、 うっかり税金をね、ホームページ一つ作るにも税金かかってるわけだから、ね、あるいは自分の給与自体も税金なわけだから、ね、市民から、これは危ない団体なんだから、調査せよって言われた時に、まず調査費用が足りなくて、なかなか実態がつかめないのであれば、それことそ、40年も取材してる、ね、有田義夫さん、ジャーナリストを地元に招いて、勉強会やればいいじゃん、役人、役人たち集めて。 自分たちに気がついたら、いろんな窓口で、あの、なんていうかな、あの、統一協会の関連団体と接,接点を自分たち自身が作っちゃってるかもしれないぞと。下手すると市長なんか挨拶状とか祝電とか出したり、しかしね、感謝状まで出しちゃったりしてるから、寄付ももらって。だからこれは、本当に役人の中で、あの、当たり前のように旧統一協会の関連団体との接触を受け入れてきたっていうことの恐ろしさに気がついてないわけだよ。 だからこそ、僕はまあ、アユさん忙しいかもしれないけど、まあ、鈴木エイトさんでもいいし、ね、他にもいっぱいいますよ。ね、紀弁護士でもいいですよ。ね、あるいはね、僕のところに連絡、今日も実は NHK から、ね、連絡あったんだけども、例えば宗教2世の人に喋ってもらった方がいいんですよ。そうすると宗教2世は必ずしも、あの、いきなり宗教団体の,あの世界、あの、教統治協会に入ったわけではない子もいるわけよ。全然違うところから入ってる子もいるわけ。だからそういうね、実際に、 あの、宗教2世になって困って、大変辛い思いをしたという人を公募してもいいわけだよ、町としては。そうすると、実際には、ストレートに、世界平和統一家庭連合に入ってきたわけではなくて、全然違う関連団体のところから、あの、たまたま、あの、来たとかね、たまたま入信のお誘いがあって、今は入信してたけど、途中でやっぱりおかしいなと思ってやめたとか、そういう元信者集まれって言って、お金出すんで、皆さんのご意見を、あの、お聞かせくださいと。 ね、関連団体では、ね、あの本丸の世界平和統一家庭連合ではなくて、えー、その周りのところからあの、いつの間にか活動の先に入信というものがあって、今ではもうやめてますって人全国にいますよね、っつって、その元信者さんの人に、えー、そういうね、危なっかしい関連団体の誘い方、手口っていうのを、えー、うちの町で講演してくださいと。 うちの町ではもう宿泊費、交通費、そして、あの、公園車で10万ぐらい出すんで、あの、ぜひ来てくださいっていうふうに公募すればいいじゃないですか。そうすれば自分たちの地方公務員として、一応ね、悪さしてないからって勝手に思い込んでいたのが嘘だ、間違ってたってわかりますよ。全国の市長さん。 ね、自分が気がついてないだけで、あなたの町の市民活動団体のホームページには、えー、ね、旧統一協会の関連団体ゴロゴロあるかもしれません。僕が伝えてるのは氷山の一角なんで、あなたの町にもあるかもしれません。それはもう自分で調べてみましょう。そして市長に問い詰めてみましょう。なんじゃこりゃと。市民税でなんでカルト教団の関連団体を紹介せんといかんのよと。おかしいだろうとどう考えてもと。 いや何何目の前では、あの、なんてか、よっぽどの犯罪とか殺戮が行ってなければ OK って話違うだろう。水面下で信者になっちゃった人たちは声を上げられないんだよ。だから不満や不安がね、登ってこないだけなんだよ。ね、信者になったらね、お前ね、あの、あの、教団の悪口言ったらサタンから呪い、呪い、呪い殺されるぞみたいな形でさ、恐怖を植え付けられてんだから、そんな水面下に上がってくるわけないじゃない。 っていうい事情が分かってるんだったら、ね、まだこの団体は大丈夫なんていうふうに地方公務員考えないでくださいむしろ地方公務員であればこそえ地元の,その元信者さんたちを公募してお金を出して予算を出して、ね、ちゃんとこういうふうに関連団体から、ね、自然な感じで最終的に信者になっていくプロセスがあるんだっていう恐ろしさを、ね、レクチャーしてもらいましょうよ、ね、別に偉い先生や偉いジャーナリストでなくてもいいんだ 宗教2世の人たち集まれって言って、ね。で、宗教2世が元信者集めて、あ,あこういう風になってるんだなっていうのを、勉強会を地方公務員の職員自身がやってください。で、それを、あの、俺々先と同じだから、新手のやり方っていうのは常に常に出てくるから、そういったものをちゃんと、あの、職員がまず理解し、市民に、あ,あ、だからこそ、その関連団体をホームページで載せちゃいけないんだって、ようやくわかりましたと。 っていうような取り組みをやってよっていうふうに市民も地方公務員の,あの市民共同課とかさ、ね、あの市民活動課っていうような課の職員に向けてメール送りましょう。出ないとあまりにも地方公務員バカすぎて、あのこのままだと本当に第2、第3、第4の山上を生んでしまうかもしれないわけだよ。それくらい普通に市民活動団体として紹介されてるわけです。市のホームページで。ね あなたはカルト教団を紹介されたいですかということで僕はもう本当にあのこういう問題っていうのは市民がこう怒りの声を上げて質問していかないと地方公務員もわかんないし市長すら分かってない可能性があるわけ。だからみんな僕みたいにメールグって問い合わせてみましょう。ね。これ本当に市民税であの紹介していいものなのカルト教団のお仲間なのよと皆さん突っ込んでみましょう。ということであのー、ね。 皆さん、今日の話もコメントや思いや,思いや意見をコメントやチャット欄に書いてください。本当に拡散していただけるとありがたいです。みんないつだけでいいから自治体にメール送ってみよう。じゃあね。